皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。おなじみの浦井テレミの歌い方講座の時間となりました。新潟の方ももうね、気温が、急上昇しています。30度近くまでなりますけれども、もうね、暑い日がこれから続くと思います。そんな意味で、皆様もね、水分補給、そんな健康管理をね、しっかり守ってまいりましょう。今日ご紹介するのは新曲案内で田川としみさんね、田川としみさんの新曲で、白い秋、白手と読んでるんですけど、白い秋ですね。この歌を今日レッスンをしていきたいと思います。秋模様のそういうイメージをしながら、ちょっと歩くような感じでこう散歩するような感じでゆったりと歌うような感じになると思います。ただ言葉がちょっと16音符でちょっと早くなりますんで、そのろれつがよく回るように高齢者の方がなかなか言葉が滑らないという部分があります。で、歌詞も間違ってしまったり私みたいになる、可能性がありますんで、何回も練習してくださればよろしいかと思います。まあ、発売日が7月の6日、7月の6日ですね。発売になりますけどね、ちょっと先なんですけども、じゃあこの歌を前もってレッスンしていただきます。私も何回言いますけど、発売前の歌っていうのはどうしても私が、この 音の方もこれでいいだろうと思ってても、結局やっぱり私もやっぱり練習不足なんでね、完璧に歌うことは非常にこうちょっと難しい部分がございますんで、若干音のこうズレもあるかもしれませんけど、それを鵜呑みにしないように最終的にこう楽譜を自分自身見極めて、私がちょっと違っている部分があれば直してくださればよろしいかと思います。決して私の歌を間違い探ししないようによろしくお願いします。じゃあワンコーラスします。誰かが合わせてくれました。雨が冷たい秋でした。出だしが分かりづらいような伴奏かもしれませんね。今回作曲もね、三幸光景先生ですし、編曲は坂本正幸先生ですね。ちょっとこう入りづらいような、分かりにくいような伝奏ですね。休符がないもんですからね。な感じでこう入っていくんですね。で、低いところから誰から、低いですね。誰から誰かが合わせて、ここがちょっと明るく高く、くれました、くれくれました、いいですか、くれました、一発雨が、これちょっと引っ張って、雨が冷たくて止まって、冷たく秋でした、秋でしたですね。雨が冷たい秋でした。
一つ一つブロックごとにこうしっかり言葉が16音符でこうまとまってくださればいいと思いますね。じゃあ次は頭からもう一回。誰かが合わせてくれました、雨が冷たき秋でした。次いきます。寒いですね。そうですね。寒い。出だしの途中と音を取りづらいです。寒いってただ漠然と低い。寒い。で心。ここのところが盛り上がりますが、ちょっと引っ張る感じ。そうしますと寒い。3拍心、3拍休む。二人引っ張って静かに4分の2拍子、ちょっとテンポを取って、温めたこれ早く温めたね。じゃあ寒いから寒い心、二人静かに温めた。ここで感想入って、ここ走ります。ちょっとやや少しテンポが速くなってきますね。若干言葉のね、優しい恋ですか、甘えていいですか。何も言わず抱きしめてね。これちょっと重要な部分。優しい恋です。さらにはですか下げるの忘れない。優しい恋ですか、続けて甘えていいですか。甘えていいですか。これはすんなりいきましょうね。優しい恋ですか、甘えていいですか。からちょっと上がって、何も言わずに、ちょっとテンション明るく、抱きしめてですね。何も言わず大きく、抱きしめて。いいでしょうか。じゃあ優しい声ですから続けてみましょう。優しい恋ですか、甘えていいですか。何も言わず抱きしめて。三拍伸ばして、こっからちょっとあの大らかに、恋にそっと落ちてゆくですね。恋に三拍そっと落ちて落ちてゆく。ここ走ります。優しい心が落ちてゆく。心がでちょっと反拍やみだします。優しい心が、しのとこ伸ばし、優しい心が落ちてゆくね。ここから4拍休んで、また続けます。ちょっと天高い音で鳴りますね。あなたと私どこか似ているわ、あなたと私で止まって、反拍どこか似ているわ、似ている
一人遊ぶ、これちょっとこう下がっていきますから、一人遊ぶ、じゃあ止まって迷子の子供を、迷子の子供を、ね、ちょっとこう音もこう上下感が結構ありますから、変動がありますから気をつけて、あと16音符をそのこうね滑らかに進むようにいった方がいいと思います。じゃあ声に中間からいきましょう。いきます。確認するかの歌い方もいいかもしれませんね。じゃあそれではフルコラスいきましょう。いきなりそうですね、まあ YouTube での何回も戻して繰り返し見られますんで、あんまりすごくやって私の方も疲れますんで、お互いが疲れないように覚えやすいにしているつもりですけれどもね。じゃあそれではやりましょう。
てゆく寂しい心が落ちてゆく。あなたと私きっと離れない。そして二人恋が始まる。秋模様のこう感じのイメージのちょっとしっとりした歌になるかもしれませんけど、田川俊美さんが歌うとこうすごく明るく感じないように重くならないようにね、まあそうですね、ノリのこうリズムに乗るのが一番大事だと思いますんでね、しっかりまた繰り返し見てくだされば覚えられると思いますんでね、今日は以上で田川俊美さん拍手、ね、4月6日発売になります。以上でございます。ありがとうございました。